伸ばしたら手のひらを外にして曲げたら手のひらを内側にします。二つ目いきます。さっきの上バージョンです。肩甲骨を寄せてやります。全部20回ずつです。次は3つ目です。次は足を開いてつま先を上げます。かかとで立つイメージです。で、交互につま先を触ります。これも20回です。足を開ける人は限界まで開いて大丈夫です。